にちは。ですね、今日はぎっくり腰のお話をしようと思います。はい。で、先週ねちょっと動画を上げさせてもらったんですけどもね、あの陸上の大会私走ってきたんですけども、あの2週間ぐらい前にですね、ぎっくり腰私自分でやってしまいまして、仕事中に、はい、で出れるかな走れるかなみたいな状況だったんですけどもね、あのなんとか自分でねいろいろ針打ったりとかして、はい、なんとか走れるようにはしたんですけども、本当に典型的にね、あのこれやっちゃいけないっていう動作をしてぎっくり腰になったので、なんかそれをね、あの皆さんにお伝えできればいいなと思って今日は動画を撮らせてもらいます。はい。で、ぎっくり腰になる動作っていうのがあります。はい。もう典型的なんですけどもね、それをやったので、皆さんにお伝えしようと思うんですけども、ぎっくり腰ですけれども、皆さん大体おっしゃるのが、うちに来てね、あのいきなり来たとか、何の前触れもなかったんだけどブキッと来たと、でそこから歩けなくなったっていうことをおっしゃるんですけども、まあ、治療する側から言わせていただくと、兆候は、まあ、あります。兆候はあるというか、あの自覚的な兆候は少ないかもしれないんですけども、前段階として腰の状態としてはあのねあるんです。ちゃんとあのこれはもうほっとくとぎっくり腰になるだろうなっていう感じになってます。あの一部分がね硬くなって場合が多いんですよね。で、腰の筋肉が全体としてね、あの強調して柔らかく動いていればそうそうならないんですけども、一部分硬いところがあると、他のところにすごい負担がかかってしまうので、ぎっくり腰になりやすいというベースがあるっていうのを踏まえた上での、動作ですね。ぎっくり腰に最終的なこう引き金になりやすい動作っていうのが2つありますので、ちょっとそれをお伝えします。はい。で、これを知っておくと、あのちょっとね慢性化している腰痛の人とかのがぎっくり腰になる予防にもなりますし、あとはねぎっくり腰やもうなんか繰り返しやっちゃうんだっていう人はもうぜひぜひこの動作をあのやめてもらって、いい動作に変えてもらえるとかなり防げるんじゃないかなと思います。はい。で、まず1つ目私がやった動作ですね。あので、前段階としてね、腰の状態悪かったっていうのはトレーニングとやりすぎなんですよね。はい。なので皆さんの場合だと、お仕事で腰を使うようなお仕事をしている人はちょっと気をつけてもらいたいんですけども、トレーニングやりすぎてて結構腰に違和感はねずっとあったんですね、腰の張りっていうのね。で、まあ気をつけてはいたんですけども、まず一発目はですね、衣替え衣替えですね。衣替えでなんだ、押し入れの中から夏物の T シャツを出そうと、そういやあの T シャツ奥の方にしまってあったなと思って、そう、あのモスボックス、今モスボックスなんて言わないですかね、あの衣類ケース、まあ仮にこんな感じですよね、こんな感じなんで長方形のやつに、衣類がいっぱい入るやつが押し入れの奥にありましたと。はい。で、本当ならば、ちゃんとですね、あの押し入れの前まで行って、で押し入れの中からこうあるものをこうやって取ればよかったんです。はい。で、それが押し入れの前に一つちょっとテーブルがあってですね、あの洗濯物をなんだ干す時にそこにまず洗濯物を出して、そこから洗濯あのハンガーとかにかけるための作業台があるので、この作業台がある見えるかな作業台がある奥に押し入れがありました。だからその台をどかして押し入れから物を出せばよかったんですけどもね、作業台をどかすのがめんどくさかったん で作業台越しにこの奥のモスボックスをこう出そうと思ったわけですよ。なので体体勢的には全体が見えないとこれでいいかな、体的にはこうやってね作業してたらまだ良かったんですけども、こういう感じでね、そうテーブルを避けてこういう感じでこう物を出し入れしてたわけですよ。で、これが良くなかった。はい。これがね、本当にすごい腰にすごい負担がかかるんです。皆さんもまあ簡単に、なんか荷物があったらやってみると分かるんですけども、ここで物を持つのと、ここで物を持つのとで、腰に力が入り方が全然違うのが分かると思うんです。で、この状態で、物をこう作業したりすると、腰にすごく負担がかかるんですね。で、これがまず、やっちゃいけない動作1です。なのでこの時点でピキッときてやばいなと思ったんです。で、すぐ下ろしてしばらくじっとしてると、なんとなくねぼやーっとしてきたので、あ、これは
なんとかいけるかなと、大丈夫かなと思ってね、その場をやり過ごしたんですけどもね、この動作をやった後、ちょっと怪しいのがあった中で、翌日かな、はい、その日は大丈夫だったんで、まあいけるなと思ってちょっと高をくくっていて、で翌日ですね、翌日今度治療ですね、治療していて、でちょっとね下に物が落ちたので、拾う時に、まあ、ちょっと時間もなかったので、拾う動作としてはまあまあ一番いい、一番いい動作としては拾うのにちゃんとしゃがんでね、見えるかな、しゃがんで、さあ物を拾う時にこうやってしゃがんで取れば正解です。で正解じゃなくて不正解、失敗の方のやり方としては、物が落ちた時にこんな感じですね、もう足を伸ばしたまんまこう伸ばして拾っちゃう。でこれをそのさっきのねモスボックス事件の翌日にやった時にビキッときて、あれやっちゃったかなと思ったら、だんだん時間経過とともにもうズキ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 痛くなってきて、どうしよう、夜になったらもうどうしようみたいな感じで、すんごい痛かったです。2点ありましたね。体から物をこう体から離したところでこう物を作業しない、腰に負担かかります。でもう一つは、下にあるものをこう上げるとか持ち上げるときに、足を伸ばしたまま使わない、ちゃんとしゃがんで足の力を利用してやる。なので、この2点を気をつけてもらえれば、慢性的なぎっくりを繰り返してしまう人とか、あと腰痛の人にとってもこれはすごい大事なポイントですので、この2つの動作を気をつけてくださいと。そうすれば私みたいにねぎっくり腰にならずに。ということで、そうちょっとねシリーズでぎっくり腰のね悩んでる方いらっしゃいますので、シリーズで何回かお伝えするんですけども、次回は何しようとしたっけな、そう、あ、次回はそうぎっくり腰とかの腰痛をねちょっと予防するためのストレッチ、これをお伝えします。はい、これはね難しいことはないんですけども、なんとなくストレッチしててもこう腰痛予防に効かせたいところにうまく効かないっていうところがありますので、ちょっとね胸の角度とか上半身の角度とか少し意識するだけで伸びる部分が変わってきますので、ちょっとねそこをお伝えしようと思います。はい、そう今日はねぎっくり腰腰痛予防の動作ですけども、次回はそのための体というかね筋肉の状態をちょっと緩めていくっていうのをやりたいと思いますので、ぜひぜひまたね、次回もお楽しみにお待ちください。はい、それでは。